うまい。結論、うまい。それしか言えんわ。マジで。あのな、結局な、お前ら100円ショップ舐めすぎやで。俺100円ショップ愛好家やから言うけど、あの100円ショップって半端ねえで、マジで。俺ダイソー大好き人間だから、ダイソーとか大好き人間なんだけど、うん、ダイソー大好き人間だから。てか、100円ショップ全般大好き人間だから。まあ、貧乏人だからそうだな。貧乏人だからそうなんだけど、ね、結局ね、貧乏人ってね、あのね、倹約がうまいんですよ。おい!おい!殺す。こいつ絶対ぶっ殺す。化け物やね。別にあの、差別用語ではなく化け物。俺が化け物っていうのは大体あれです。差別用語とは真逆の意味での化け物って言うんですね。でも俺もゴルフやったことないけど、ゲームでしかやったことないんだよね、ゴルフは、ね。俺のちなみに地元の新潟県の地元ただ、母親は母親で、まあ、結局、まあそこまでは言わないけども、やっぱり結局理解してないっていう。理解もあんまりしようともしない気もするし。奴らに理解しようとしてもらうのはもう、疲れた。もうどうせ理解しねえから、あいつら。もうだから、もう諦めた方がいい。ってことや。こんなもんやで。人間なんて結局自分自身のことしか、分かってないってことや。そんなもんや。ああ、入らんか。お、それは入らんで。なんで入んの今どういう